どうも、羽島清志郎です。なんかね、みんなには見えないけど、まあね、お、見せるのかなと思ったら見せないって。いやー、ソファーです。リビングから奪ってきました。僕はね、盗賊なので、欲しいものは奪います。はい、盗むという方が、まあ、強奪してきました。嘘で、普通にね、邪魔だからって。邪魔だからって嘘みたいだよね。お母さんに買ってもらったっていうのが言いたくないから邪魔だからもらったって言い訳だと思うじゃないですか。本当に邪魔だからもらったんですよね。怖いよね。別に、ね、買ってもらったからっていうのは俺は逆に言いたい感じなんですけど、最近言ってないので、その逆を発動させていきたいけど。ああ、でもなんかすごい暇なんですよ。でもやっぱ喋るのが楽しいんだよね。スマブラを無音でやりながらさ、喋るのが楽しいね。パンツ見えちゃうからな。もうすごい高くなっちゃってさ。火災報知器を映すと出演料を取られるのでギリ映さないっていうね。俺のなぜかね、羽島ファンならみんな知ってるギャグみたいなね。羽島通ならみんな知ってるギャグみたいなことを確立させようとしてるんだよね。なんなんですかね。いや、単純に火災報知器でなんか個人情報を持ってそうじゃん。やばそうだなって思ってるんで、俺はあんま映したくないんですよ。これね、いかに俺のパンツ、下半身を見せずに移動できるかが、肝なんだけど。ああ、動きたくない。いいや、動かなくていいや、別に。明日コンビニ巡りでもしようかな。なんかもう、無性にやっぱさ、飯が食いたいね。明日コンビニ巡ろう。コンビニ巡ろう。でもずるいよね、なんか。うわ。ひろゆきさんとかもさ、もうコンビニで買うのって僕じゃないですかみたいなこと言う人じゃん。だけどもうさ、コンビニ限定商品っていうのもコンビニが作りやがったわけよ。ひろゆきさんが、いや、コンビニで買うんだったらスーパーで買った方がいいじゃないですかって言ったから。もうね、コンビニ広報部商品部。商品開発部の心に火をつけたんですよ、ひろゆきさんが。だから結構美味しいもんがコンビニで買えちゃうんですよね。結構高いのに。ひろゆきさんがそういうこと言わなきゃさ、商品開発部もね、別に今やって適当にね、パクリでもやっときゃいいか、みたいな感じだったのに。みんな美味しいもん作りやがって。ひどいよね。ひろゆきさんがね、絶対、いやーね、もうコンビニね、もうコンビニの方が高いですけど、みたいな、もうちょっと物腰柔らかな感じで言ってくれれば、まあ、そうですよね、みたいな、確かに高いですけど、みたいな、なんか、商品開発部の心に火をね、あいつらの闘志を燃えたぎさせるようなことは、なかったのかもしれない。それはないよな、もう。ひろゆきさんだから。ちっちゃい画面でやるスマブラつまんねえ。大画面でやりたいな。いや、なんかそのさ、CD デッキ、おばあちゃんちからもらった CD デッキで、CD が再生できない。なんでだって思ったけど、あれ多分単純に3色コードがなかっただけだった。まだやってないけど、多分、普通昔の DVD とかさ、ゲームって3色コードでやるじゃん。いや、だってブルーレイって HDMI、ADHD みたいなね、名前の線音だけでいいんだよ。だから俺できなかったのにね、もうめちゃくちゃ叩いた。8回くらい思いっきり叩いた。下手したらもう10回くらい思いっきり叩いてるかもしれない。ちょっとかわいそうなことしちゃった。もう結構な、壊す勢いでドーンってやった。ひどいね。単純に、あ、そっか、3色コードかって気づいたとかね。でも任天堂のあれ使っていいのかな。任天堂の Wii U のやつ使おうかな。でも任天堂のやつって画質悪いからさ、でも DVD もそんなに画質良くないよな、よくよく考えたら。いいのか。ドゥドゥスクスクスクラブチューニュー。昨日なんか、
100年後の夢みたいな。人の夢ほどどうでもいいことはないっていうけどね。まあ確かにどうでもいいけど、みんなに本当は聞いてほしいよね。人の夢ほど聞いてほしいものはないですよ。まあ、昨日は夢見ましたよ。まあね、俺夢見ないです。基本的にその夢に俺頼らないんで、妄想に頼るんで、起きてる間にそういう夢みたいなものを見るんで、無理やり。すごいでしょ。みんな寝れないと夢見れないもんね。俺は見れるから。うん、天才なんでね。うん、俺は、やっぱ僕天才なので、みんなはね、寝ないと、夢見れないでしょ。俺は、明晰夢ってわけじゃない。単純に夢みたいなもんを現実で見てるから。寝る時間がいっぱいあるから。ね、寝ながらいつも。なあ、もうそれ俺はね、寝ずに夢を見ることができるんですよ。で、別に夢ってわけじゃない。単純にただの妄想。うん。だからすごいでしょ、みんな。すごいだろ！うん。もっとみんな俺を褒めてもいいんですけど。まあ、褒めてくれる人の数が少ないんですけど。まあね、そのせいで俺は記憶力がおかしくなりました。はい、記憶力がないです。脳のリソースは夢。夢はその、寝なくてもね、いい夢を寝なくても見れるようになった代わりに記憶力が大幅になくなった。脳みそ全部それのデータに使ってるから。はい、みんなやめといた方がいいです。無理やり夢を見ようとするのは良くないです。でも俺は毎日いつでも、寝る体勢を取らない。寝て布団に囲まれたら寝るのが妄想ができます。夢を見ることができますけど、おばあちゃんちは居心地悪くて見れませんでした。おばあちゃんちは居心地が悪くて布団の数も少なくて見れませんでした。まあ、なんつうんだよな。夢見たわけよ。100年後に行こうみたいな。なんだっけな、あれ。俺何で、どうやって100年後に行ったんだっけ。コールドスリープかな。コールドスリープ的なので100年後に行った気する。で、なんか iPhone98 みたいなの売ってた。でも多分、100年後の iPhone って多分あれでしょ？ iPhone61 でしょ？ 61 くらいでしょ？って考えたら、すごい進んでんの iPhone。多分もう物を作る技術とかもう爆発的になってるからね。うん、いろいろ。なんかワンピース、でもその、ワンピース編みたいなのもむちゃくちゃなところに入ってた。なんかね、ワンピースもおでんの和の国の次がなんか、革命軍編みたいなのが始まってたわ。うおーってなった。でも100年経ったらさすがに終わってるはずなんだけどね。俺の夢でなんか革命軍衝突編みたいなのが、和の国後に始まってました。なので多分これは予知夢でしょう。革命軍衝突編みたいなのが始まります。でもその前にどうなんだろうね。いつあれ来る？まあでも、魚人島みたいな感じで処理されそうだよね。ラフテルじゃなくて、エルバフも。でもエルバフとラフテルってなんか似てない？結構、なんかあるんだろうね。てか、エルバフにもしかしたらレッドポーネグリフありそうだよな。なんだかんだ言って。でもなんか巨人のさ、王様絶対強いよな、王子様。あいつが多分、竜の実モデル、ティラノサウルス持ってる。やっぱティラノサウルスってすごい大事だと思うからさ、超巨大ティラノサウルスになるんだろうね。強そう。ロギアの能力は巨人は誰も持ってないけど、ロキは竜の実モデル、ティラノサウルスかな。先生、ティラノサウルスなかなか出してくれないもん。誰が食うんだろうね。竜の実モデル、ティラノサウルス、ティーレックス。ああ。ソファーいいな。スマブラつまんねえ。やっぱ、パソコンじゃないけど、でかい画面で、そこそこね、でかい画面でやないと面白くねえよ、スマブラ。ああ、二の国やりてえ。けどね、お金使いたくない。20世紀少年の漫画買おうかなって思ってて。買っちゃうよ。買っちゃうよ。買っちゃうよ。おやめなさい。これ20世紀少年多分第2章のあれですね。俺あれ好きだったな。今も好きですけど。わあ、完全版を買おうかなって思ってます。20世紀少年の20世紀少年21世紀少年。ああ、絶対面白そう。
キングダムどれくらいなんだ。そでなんかどうも、え、うねんがもう、うんち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 ちうんちちうん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 ちちちうんち、最悪だ、つまんない、鼻くそほじります、鼻くそほじります、ほじりますほじりますほじります、合体、最低ですね。世界で一番あのトム・ブラウンをつまらなくした人です。褒めてください。あー、もうずっと20世紀少年のなんか印象に残った、映画で残ったのやるわ。第1部なんかあるかな。ないわ。2部は、2部はいっぱいあるな。僕がいいもんだ、僕がいいもんだ。雑だな、モノマネが。漫画読むぞ。20世紀少年おもろいらしいからな。ワンピースを超える漫画かもしれないな。俺は20世紀少年好きで、やっぱ漫画って好きじゃないと楽しくないんだよな。そもそも面白い漫画より好きで面白い漫画じゃないとさ、うわ、めっちゃキックした。足伸ばしてんだよ。コリっていうの、これ良くないかもしれないけど。絶対おもろいだろうな、20世紀少年の漫画。実写化であんな面白いの。どうなんだろうね、20世紀少年が結構さ、ヒットじゃないけど、うまくいったから、なんだろうな。あれってやっぱ実写映画が増えたのかな、なんかそういうイメージあるな。でもあれってさ、そもそも作者が関わってんじゃん。だから結構面白くなってんじゃないの。基本的に漫画とか作者関わらないじゃん。その時点で結構面白くなるわけないよね。浦沢直樹さんもその映画に関わってるわけじゃん、脚本とかでも。だからやっぱそこの違いなんだろうね、やっぱり。小田先生監修ってやってる、でも監修しただけでも結構面白いけどね。で、スタンピードやっぱりちゃんと面白かったけど、他の映画はなんかね、2回目見たいって思わないんだよな。別に。基本的に俺2回目見たいって思わないんだよ。まあ、ホールケーキアイランド編は見たいけどさ、アニメはね。いて。あ、おにぎり食ったけど、全然美味しくなかったな、おにぎり俺が作ったの。マジでうまくなかった。おにぎりって美味しくないな。海苔が足りねえんだよな。俺海苔好きなんですよ。やっぱ海苔、米、塩、鮭。こいつら4人、4つが集まってこそ最強のおにぎりになる。まあ俺の中でね、別に人それぞれ好きな具はあると思うので。まあ俺の中のね、最強の、僕の考えた最強のおにぎりはこれですけど、でもいつかやりたいな、僕が考えた最強のおにぎり。あの、ヒカキンみたいな感じでさ、めちゃくちゃすごい高いやつだけあって、ね、高級、超高級卵かけご飯みたいなのでさ、超高級そのおにぎりみたいなのもさ、作りてえな。ね。めっちゃいい鮭に、めっちゃいい米に、めっちゃいいかまど炊いて、めっちゃいい塩、めっちゃいい海苔で、めっちゃいい皿おにぎりが映える皿ね。おにぎりをうまく見せる皿と、おにぎりでめちゃくちゃうまい。ファミチキ、ファミチキのコンボはね、あれなんですよ。ファミチキ食ってからのね、おにぎり食うと一番うめえの。あれがうまいの。でもほんとできるんなら、あの竹鮭にぎりね。竹鮭。あのバカみたいに高いね。うん。あの貴族専用のね。俺貴族なので、あれ買えるんですけど。うん。あれが美味しいよな。ファミチキ美味しいけど、ファミチキ2個以上食えないな。うん。
いや、俺ダイエット中なのに全然関係ないからな、揚げ物とか食ってダメだよな。でも今俺ちょっと無理だ。10月俺なりに結構頑張ったのよ。10月中ずっと筋トレしてて、まあ、筋トレできてなかったけど後半は。で、頑張りつつ動画も4、50本くらい上げてるから、ちょっと頑張りすぎました。頑張りすぎたんで、11月はね、別に動画休むって言ったら俺頑張っちゃうので、まあ、休むっていうわけでもない。まあ、気楽に行きます。ってね、なんやお前。って感じですけどね。でもな、気楽に行っちゃダメなんだろうけどさ、うるさい！パワレにしたい！まあ、俺はちょっと面白いんで別にね、みんなみたいに頑張んなくても人気になれると思うんですけどって、最低ですよ。まあ、最低で結構。まあでも、その続けることが大事なので、まあ何をもって続けるかっていうのは大切なんですよ、やっぱり。だから自分で、決めたことを続けるってのが大切なんだろうね。ただ YouTube をだらだらやってても続けてるに入るかっていうけど、続けてるには入るんだろうけど、続けてるの難易度的にはそこまでなんだろうけど、でもやっぱり YouTube って大変だろうね。やっぱそういうなんかもうみんないろいろやめてってんじゃん。忍者革命軍もやめたしさ。よくわかんない仮面のすごいブスブスブスとかいう女の人もいなくなったしさ、なんだかんだ言ってその元のやつもいなくなったしさ、で今 TikTok で人気の人もやめてるし、まあ、そもそも YouTube があんま労力に合わないからね、風を来てる方をやるか。なんだかんだ言ってもうみんなやめてっちゃってんのよ。レイターズもやめたし、なんか変人真面目もやめるでしょ。ヘキトルハウスもやめたし。だから俺みたいな本物が残るんですよ、皆さん。ね、俺は多分今 YouTube 世界で見ても結構一番面白いと思うんですよ。まあ芸人さんが本格的に入ってくると確かに、いやきついよ。芸人の金属バットが、金属バットがそのラジオでゲスト抜きにしてきたら俺はちょっとやばいと思う。やっぱゲストが邪魔なのよ。って言い方悪いけど、だって知らない人出てくんだもん。無理でしょ、そんなの。不純物って言うとすごい怒られそうだけど、俺にとってはそれはいらないものなわけよ、別にゲストなんて。まあゲストやったらやってる側は楽しいんだろうけどね。ラジオだってそうじゃん、別に。CM とかいらないじゃん、はっきり言って。でも確かにあれはいいなって思うよね。テクテクテクンテンクテケンテケ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 テンクテケンテケテンみたいな感じでさ、星野源さんのあれが流れるの好きだけど、あれが流れた瞬間に次も、はい、ね、CM 開けましたって言って嘘つけばいいね。いや、CM ってね、あれすごい大事なんだろうけど、見てる側にとっては苦痛でしかないからね。クソ長えし。面白い割に。別に帳尻合わせなくてもいいのにね。まあ、そうじゃないとダメなんだろうな。だから俺が YouTube で一番最初の面白い YouTuber になります。まあ、もうなってるんで、もう一番最初なんですけど、俺が一番最初の面白い YouTuber です。でも、メグイン TV ってもう復活しないと思うんだよな。昔のさ、別に、メグイン TV さんのメグインさんってマスコットじゃん。あの人が別に面白いことを考えてるとは思えないわけよ。でもやっぱ面白いことを考える人とか、そういう人がいっぱいいたから面白い動画ができて、それにメグインさんがか、それを、その人たちが考えた面白い企画をメグインさんがやってたってだけで、別にメグインさんやっぱマスコットなんだよね。いろんな最初期の人たちがいたからこそ、メグインさんが結局悪いんだろうね。メグイン TV をつまらなくしたの。でもメグインさんも必要なんだけど、メグインさんが一番重要なわけじゃなくて、みんな等しくめちゃくちゃ重要だったんだよ。それをメグインさんは分かんなかったんだろうな。だから今みたいな悲惨な状況になってんだよな。悲惨ですよ。大悲惨。やっぱもう昔の影はないし。マホドさんもね、やっぱ後輩作っちゃいけないんだなって、後輩におぶらせたらさ、自分勘違いするんじゃん。その俺はやっぱその俺一人ぼっちだからさ、ずーっと面白い人とかとも見ても、俺って本当に面白いのかって、ずーっとそういう恐怖と戦い続けながらさ、面白くなるしかないと思うんで、やっぱりその一人で戦うしか上は目指せないんだよね。仲間じゃないもん、結局は。仲間とか言ってる、仲間とか言ってるかもしれないけど、単純なそのよいしょ要員の後輩はいらないよね、はっきり言って。すごい、まほどさんには、後輩としてもなんか、後輩になれば人気になれるんだとかになっちゃってる人がいるからダメだし、というかなんかもうさ、さすがに新しい YouTuber たちも YouTuber っぽくすらないんだよね。
それが新世代の YouTuber なのかもしれないけどさ、なんかゆうやめさんの後輩の人たちもなんかマジで分かんなくて誰か、まあ、俺が単純に疎いだけでもそれ抜きにしても普通すぎるなみたいな。どんどんその YouTuber の個性ってのがなくなってるし、そもそも YouTuber が求められてるものが多くなってくるわ、プロが増えるわで大変だなって。もう俺みたいなね、本物しかね、あの生き残れない時代になってきてますよ。うん、俺が本物でも、だからといって別にみんなが偽物ってわけじゃない、本物ではないってだけでね、めちゃくちゃ怖い人でしょ俺、すごい怖いでしょね。いや、そんな怖くないか、キモいなってみんな思ってるんだろうな、悲しいな。俺の才能にちょっと早めに気づいておいた方がいいよ。うん、君の黒歴史になるからね、俺をディスってた時期はね。早めに俺の才能に気づいてね、あの俺の面白い動画、面白い部分を探してね、あの始末ぶってください。まあ僕はね、まあ、死ななきゃ続けるかなっていうけど、俺どうせ働きたくないって言ってるんであんま続かなそうなんですよね動画。俺働きたくないんですもん、あれ続かないと思うんだよな。お母さんたちが死ななきゃそれはずっと続くだろうけど、まあ死なないからって言って俺のお金が稼ぎがどうのこうのっていうのはないから、結局無理だよな、寿命は短いよな。でもやっぱ喋るの楽しいな。やっぱ全然そのやっぱその目標をさ高くしちゃいけないんだろうけど、面白くなりたいとは思いつつそれだけじゃないんで、まあなるべくずっと喋っていたいなっていうのが目標なんで、歴史に名を残すってよりは面白い人たちが俺のこと面白いって言ってくれればいいかなと。別にそれでね、あんま褒められたようなことじゃないけど、収益スタイルはもうみんなからの小じきで、小じきスタイル、スーパー小じきスタイルでいきます。ストロング小じきスタイルね、スタイリッシュストロング小じきスタイル、まあ、スタイリッシュ小じきスタイルと、スタイリッシュ小じきスタイルとストロング小じきスタイルはね使い分けていこうと思います。はい、ストロング小じきとスタイリッシュ小じきね、この2つを二刀流で行かせていただきますって言いつつ、あの俺にお金をくれるシステムっていうか、そのままやろうと思えばできんだけど、なんかそれをやってないね。なんかドミネーターみたいな、なんかそういうのがあるらしくて、取られんのかな金。で取られそうだよな、仲介マージンみたいな、マージン取られそうだな。まあ、換金時の手数料とか結構いかれるんだろう、手間うぞこらみたいな感じでいっぱい取られちゃうのかもしれない。でも喋るの楽しいからね、いいね。まあ続けていこうと思いますよ。まあ続けるだけじゃ人気にならないから本当は考えなきゃいけないんだけど、何も思いつかない。そもそもこういうスタイルで始めちゃった以上も喋り続けるしかないなっていうのが結論で、加藤純一さんだって結局ようやくそのお金を稼ぎ始めたのだって8年続けてやっとみたいなところあるでしょ。俺多分8年続かないんで、なんでかって働かないから。本当に働きたくなくて。働くのってすごい辛いことだと思うのよ。働けないからそもそも俺は。って思ってるんで働きません。なんと言われようが俺は働かないからな。ねえ。まあでもいい仕事があるんだったら働きますよ。めっちゃ楽でね。ガキンチョボイスが入る。もう俺は過去のトラウマのせいでガキンチョの声を聞くだけで冷や汗が出る。もう悲しいよ。もう。ガキンチョボイス冷や汗小僧。麦茶もないし。うん。喋ることないな。もうガキンチョボイスでもう全てが吹き飛んだ。ガキンチョボイスのせいにして生きていこう。何しようかな、別に。何もやることないな。明日ちょっと散歩しよう。頑張って明日。いや、頑張りたくないな。散歩って楽しいんだけどさ、朝最近クソだからね。朝。夜明けが遅すぎる。夜明けさ、3時とかにしてほしい。2時58分とかさ。ね。俺のためにそのなんか、あれにしてほしいよね。ピボ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 、ピボ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 、ピボ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 、ピボ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 、ピーピーポーうるさいな。ピーポー怖いよね。これで特定されてる。どうしよう。どうしよう。どうしよう。
余裕ですよ感だけど、全然余裕じゃない。でもなんでうざピーポー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 ちょ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 うざいな、ピーポーうざい、永遠音がもうずっとそこぐるぐるしてんのかなあ、うざい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 、早く行け、早くどっか行け、早くどっか行け、早くどっか行け、11月7日発売の週刊ヤングジャンプですが、キングダムは救済、ふざけんなよ、どんだけ、ちょっと今ね、どんだけに頼ったことにね、俺を怒った、俺が俺を怒った、腹かゆ、うんこブリリブリブリ、え、マジで救済すんの、ふざけんな、ふざけるなよ、やめてくれよ、もう。これ、乗ってたら許すわ。休むよって。あ、乗ってない。クソだ。クソがよ。休みすぎじゃん。なんか、文句言っちゃいけないんだろうけど。ずっとピーポー言ってる。嫌だな。ピーポーピーポー、しょうがないんですけどね、気が散るな、すごい王様みたいなこと言ってんな、心は王様なんで、眠いな、寝ちゃおうかな、でも別に寝る気分ではないんだよな、でも何もすることないんだよな、だから喋っていこうって思うんだけど、口の中がカピカピ、マジでなんかやることないな、明日どっか行こう、暇だし、最近暇だ、11月は本当に休まなきゃいけないんだよな、もうずっと打つなんで、明らかにも最近漫画も読めねえわ、ワンピース以外、ワンピースが面白すぎるだけなんですけど、もうワンピースが面白すぎるせいでさ、もう他の漫画全部クソだ、ああって言い始めたら人としておしまいなので言いませんけど、いやー、でもサムライナー終わっちゃったわ。それ確かにワンピースよりサムライナーは面白くないけどさ。でも続いてどうするみたいななんか感じはあるで。いや、単純にラミア編をもっとさ、短くすればよかっただけじゃないの。別にその画力がどうのこうの言いませんよ。でもラミア編何十、30話ってのが長すぎるんじゃないかなっていうのはある。でも結構淡々と進んでた気がするけど。うん、おもろいけどな、俺も途中から買ってましたよ、やっぱり途中から買ってたよ、でもなんか、まあ、なんだかんだ言ってありがたいつも終わっちゃうしねありがたいつも終わったし、いろいろ終わるよね、でもなんかな、サムライナウとかなんかやっぱもう今そういうブームだから、ナロー系みたいな恋愛、やっぱ性欲は金になんのよ、ラブコメっつうか、もう五等分の花嫁ってほぼエロ漫画じゃん、あれ。エロ漫画日和ですよ。エロ漫画ですからね、あれ。で、彼女をお借りしますもん、あれもエロ漫画ですから。ドメスティックの彼女でも俺めちゃくちゃ泣いてたけど、なんか今あんま好きじゃないんだよな、ドメスティック。でもおもろいけどな、ドメカノも。俺全然単行本見てないんだよ。ほぼ無料で見てる文在でさ。っていうのは嘘だよ。
確かに100何話からは全部か、あの無料で見てる、ジャンマガ学園で。でもそっから以降はちゃんとね、あのマガジンで買ってるんですけど、絶対単行本買った方がよかった。なんか意味わかんねえな、より抜きカラー版って。やっぱな、きついよな、体力的に。カラー版ってマジでめんどくさいから、見せどころだけね、カラーでやるみたいな。それであれ900円飛んだよ。ワンピース見習え？マジで。ワンピース全部カラーで500円だからな。なめんなよ、本当に。って思ったことは一度もない。今言っただけで。俺はそんな悪いやつじゃないから。でもさ、俺侍だよ。画力っていうのはおかしいと思うな。まあでも確かに、いやでも別に特殊能力出すのもありだと思うな。こっからさ、お前知らないの？みたいな感じで、まるまるのことみたいな感じで、やるのも俺全然ありだったし、面白くしようと思えばできたんだけど、単純にその、話を、でもな、結構最速だったけどな、話自体は。結構、そんなに削れる部分なくないか。ちゃんとちゃんちゃん進んでった気するよね。打ち切ったやつが悪いんだよな。そもそもさ、あれが本当に編集部が伸びなかったら打ち切りなっていうようなやつだったら、その編集部失格でしょ。双流理論で言うと。双流理論によるとね、売れること考えてない編集部はいらないって言ってたんで。あの人尖ってる。一人でね、いいエロ漫画描いてた人ね。でも確かにいらないんだよな。売れるやり方。売れる方法を考えないで、まあそんなことを言って、まあそれはまあ誇張して言ってるだけだろうけど、でもやっぱそのバトル漫画マガジンって弱いよな。いやでも連載してないのでもさ、フェアリーテイルもなんかワンピースのパクリみたいな感じするしな。まあでもその時期はあんま変わんねえんだろうけど、なんだかんだ言ってワンピースが最強すぎてさ、ほぼワンピースのパクリじゃん、フェアリーテイルって。って思ってる俺。でもやっぱ7つの大罪もおもろいんだよ。そのなんかさ、鳥山明みたいな、をリスペクトしてるみたいな漫画で書いて、確かに、丸編みたいな感じでインフレでどんどん力が大きくなっていくじゃん。最初はなんかよくわかんないさ、よくわかんない赤い悪魔くらいよりちょっと強くなったくらいのやつ、あんなに総力戦で戦ってたやつらが。意味わかんないじゃん、あれ。よくよく考えた。でも俺もちょっと回想編でエスカノールを圧倒してんのも、ちょっと、これネタバレだけど、メリオダスが圧倒してるのちょっと腑に落ちないけど、まあでもそれは、エスカノールがまだ力を使いこなせてないのと、まだ力を蓄えてた頃のって考えたら、まあそういうことなのかって。まあありだけど。7つの大罪もな、なんか、その、最新章とかが面白くても過去見る気なんないのよ。と言いつつ最新章すら見ない男ですが、まあ、エスカノール編から見るかなって思ったけど、あそこもなんかよくわかんない。まあ、エスカノール編って何でだったんじゃないですけど、まあ、エスカノール VS その統率者、統率メリオ、メリオ、メ、メダス、メダスのとこからやればいいのかな。そこから俺は見ようと思います。そこからまあ絶対見ません。いや、でもなんかもうアニメも多分クソでしょ。マジで。なんで一番面白いさ、メリオダスとエスカノールが戦うシーンが入ったショーでしょ、多分。それをなんかそのよくわかんない感じでやったら本当に俺マジで嫌いになるからね。俺マジ制作会社ちゃんと覚えるから。あ、この人たちが作ったんだな、みたいな。で、制作費全然出さないその提供みたいなやつらも俺、そいつらの残ってる CM 会社全部見るからな。あ、この会社とこの会社か、こいつらがもっと金をくれればみたいなね。まあ、でもそういう話じゃないんだろうけど、俺マジでこれでメリオダスとエスカノールの戦いがしょぼかったら本当に講談社も嫌いになる。所詮講談社だよな、みたいな感じで、そういう、フジテレビくらいに嫌いになっちゃうかもしれない、俺は。ネットのせいで俺フジテレビ嫌いなので。なんか。やっぱりね、良くないよな。握手だよな、本当に。ここで、メリオダスとエスカノールの戦いが始まるって感じで終わってほしい。俺はね。クソみたいな終わり方で、次めっちゃすごい。神風動画じゃないけどさ、もうすんごいとこに頼んで、
面白くて、1期2期まではすごいちゃんとやってくれたのに、なんでさ3期からそういうことするんだろ。やっぱな、でもマガジンなんでもバトル漫画とかそのないからな、やっぱりそうなっちゃうよな。強すぎるよな、集英社が。漫画として黄金期というほどじゃないんだろうけど、結構さ面白いアニメ、いや面白い漫画バシバシ来てますから。僕のヒーローアカデミアだってそうだし、鬼滅の刃だって、ワンピースだって、まあブラックローはちょっと超気になっちゃったけど、まあドクターストーンしかり、これからチェンソーマンと呪術廻戦も控えてるでしょ。まあサムライエイトもうまくいけば行くかもしれないし、行くかもしれないし、まあまだまだ控えてますから、呪術廻戦とチェンソーマンがね。チェンソーマン面白そうだな。チェンソーマン面白いよやっぱ。うん、強えな周平社。マガジンは今ラブコンバ5等分の花屋はすごいんだけどさ、やっぱマガジンってアニメ頼むの下手なのかな。周平社はでもそのラブコメってなんかねむずいよね。5等分の花嫁もなんかアニメぐちゃぐちゃな感じだしね、やっぱりあんま見たいと思う。でもあの俺はもう5等分の花嫁はその風太郎おっぱい激突シーンがあるだけでもう俺はそれでいいですけど、あんこれ5等分の花嫁アニメ化してよかったなっていう、それだけで俺はいい。今もうニヤニヤしてね、キモいでしょ俺。うるさい、ひどいな、俺のことキモいって言って傷ついちゃうじゃないか。なんでしょうかそれはね。うん、まあね、今ラブコメ強いよね、マガジンは。お豆腐の花もおもろいな。なんだろうな、あの人どっかで見たことあるんだけど、最新話出たばりガンガンしそうこいつ。いやでもおもろいっすねマガジン。でバトル漫画がさ、延々の消防隊でしょ。延々の消防隊だって別になんかよくわかんないさ、あのお姉さんできてるのよくわかんない、あの変なキャラが出るとこって見なくていいじゃん、あそこ全然見なくていいじゃん。見るのはまあ草壁翔だっけ、草壁翔が出てくるところがすごい俺熱いと思うの。でも1回目出てきたところでそこまでなんかちょろっとしか出ないんだよね、1回目最初出た時は。あいつとバトル時が俺はやっぱ一番面白いよな。あの弟もいいよな、キャラとして。あいつ出ると面白いね。ちょっとミニエスカノールみたいな立ち位置だね、新羅翔。やっぱ強いやつっていうのはいいよな。ドラゴンもいいキャラだし、なんだかんだね最新話でもね、ドラゴンまだ討伐されてないって、めちゃくちゃネタバレしますけど、ネタバレの鬼。うん、いやドラゴンもね、まあ、強いってだけでもそれはねとんでもない魅力なんですよ。やっぱねみんなわかんないのかな、もう強いってだけで俺はもう魅力だと思ってんのよ。でもある程度そのね、あのナロー系みたいのがいいわけじゃないよ。え、チートでっせーみたいな、なんかしましたかーみたいなね、やっちゃいますかーみたいなね、そういうのがいいって言ってるわけじゃなくて、そこそこのビジュアル、ナロー系みたいなビジュアルじゃなくて、やっぱもうおじさんが強いっていうのがいいよな。ジジイが強いのもかっけえけど、おじさんが強いのもいいんですよやっぱり。でもジジイが強いのかっこいいからな。でもブリーチはちょっと悲しかったよね。うん、すぐ死んじゃった、あのおじいちゃん。強いのに。よくわかんない雑魚相手に。すごい切ってたけど。かっこいいけどね。かっこよかったけど、結構あっさり殺された。ひどいよな、先生も。ひねくれてるからね、あの先生。人の真逆を行こうとする先生だからさ、ひねくれもんだから、あの先生。絶対にも。意味わかんないことばっか言ってるから。本当に。おされニスとかよ。ね、なんでそんなひどいこと言うんだろう。おされちってひどい割れようだよな、ブリーチって。おされな方が勝つみたいな、すっごいいじられ方してるよね。
すごいネットのいじり方、小田先生とかね、最後の生っていう、ひじりの生にして、チャルロス生みたいな感じだけど、確かによくよく考えたらあれすごいもんね。やっぱりそのさ、ドレスローザ編見返して、ちょっともうやっぱドフラミンゴクソだなって思ったよ。クソだなーって思った。でも俺さ、ドレスローザ編の名シーンでさ、フジトラがさ、どんな顔してんですかいみたいな感じで言うシーンあるじゃん、最後の。俺、あれでいつもうるっときちゃうの。あれってなんかもう名シーンなんだろうけど、そこまで名シーンされてないから、俺はそのなんだろうな、みんなが名シーンとか泣けるシーンっていうのにはすごい大切なんで、そんなんで泣いてやらないぞみたいので。泣くんですけど、俺は頂上戦争でジャンマ学園で一気見せた時はもうね、死ぬほど泣くっていうね、もう、って。もう今はもうあそこで泣きすぎちゃったせいで全然泣けない。でもね、いいなって思うけど、やっぱ何回も泣けるわけじゃないので もう死ぬほど泣いた。死にかけた。呼吸困難で。すんごい泣くっていうね。で、俺、エースのあのシーンっていうのは、すごいいいシーンだと思うんだけどな、それだけどみんなはさ、なんか、どうなのみたいな感じで言ってるけど、俺はいいシーンだと思う。てかもう俺、もう、尾田先生信者すぎてさ、ワンピース信者すぎて、そこまでね、何やられようとあんまり、ね、なんないよな、俺は。でもなんかひどいよね、あそこのアニマンチャンネルの人も。黒ひげ好きなやつは逆張り、キモオタクみたいなこと言うけど、黒ひげ好きでいいじゃん。これ黒ひげも白ひげも好きです。一番意味わかんないですね。やっぱ強いやつが好きなんですよ。黒ひげはね、もういいよ。あいつは、かっこいいので、好きです。はい。で、白ひげも強くてかっこいいので好きです。で、フジトラも好きです。ルフィが好きというかもう言わずもがな、みたいな感じでね。ルフィもいいなって思います。良すぎて別に。まあ、これはいいとしてって感じなんですよ。まあ、ブルックも全員いいしな、なんだかんだ言って。セニョピン製のフランキーもいいし。なんで急にハードボイルド設定つけたんだよ。そのね、俺の中にいるそのね、うぜえネット民も一応いるんで、俺の心の中には。なんでハードボイルド設定って言ったけど、あいつそうだろ。荒波に立つ男は百貫、なんかそのチンポ丸出しでポーズ決めてたじゃん。あれ男だろ。なあ。あれワイルドだろ。なあ。あれしょうがないだろ。あんなことするようなやつはもうハードボイルドだよ。ハードボイルド。ボイルドだろ？なあ。そういうことです。なんでしょうがないです。でもなんかフランキー仲間として認めてないってひどいな。認めなきゃいいと思ってるな。キモ。な。なんで麦わらの一味がさ、認めてるものにお前らごときは認めてないの。腹立つ。ワンピース信者すぎて一番危ない人になってる。麦わらの一味のみんなが認めてんのに、なんでお前らごときがそのさ、認めないでさ、何も変わんねえからね、アホ。なんで、なんでもちょっとごめんなさい、本当にそれはね、今のは悪い。アンチみたいなやつは嫌いすぎだね、俺はね。でも別にみんなが認めなくても麦わらの一味が認めてるんで、何も変わらないですけど。でもそのワンピース見すぎてワンピースが現実だと思ってる精神異常者だ。やば。って思うけど、でもそうでしょ、やっぱり。でもロボ漫画やるらしいけど、結局もうフランキー将軍でロボ漫画みたいなところあるじゃん。ロボ漫画やっちゃってんじゃん。でも次ロボ漫画やるってことは、ゴールディ・ロジャー物語みたいなのやらないってことでしょ。ゴールド・ロジャー物語やってくれよ。本当は見たいけど。でもみんな結局さ、長編を書いた人ってさ、やめるよね。やめるっていうか、やらないよね、そもそも。ブリーチのあの人も書いてないじゃん、結局。よくわかんない魔女の。魔法使いの。やめたしたし。先生もね。あの先生も結局はなんか原作的ななんかアイデア出すけど絵は描いてね。やっぱ連載って地獄なんだろうな。
楽でいっぱいお金欲しいな。楽していっぱいお金欲しいね。頭かいー。楽して金稼いでも天守閣作ろう。始魔城を作ろう。いやー、始魔城を作ってみてえなー。和風と洋風のさ、城が混ざった。和風洋風宮殿全部混ざってキモい城建てよう。それ楽しそうだな。でもどう建ててもいいやべ、ハリボテでいいやべ。あと、電波塔も通くろ。なんとなく、始まったはさ、世界に8箇所さ、こう、てんてんてんって作りたいよね。こわ。地球乗っ取り計画。地球、なんか、意味ありげじゃない？ 8 箇所全部。結んだら。そんな建てたくねえな。天守閣ってかっこいいかもしれないけどさ、別にそんな部屋広くなくていいんだよな。なあ、まあ、ほら、まあ、ハロー。ズームできるようになったね。ちょっと麦茶取ってくるわ。あ、おけついたい。
おいちー、疲れた、またいてー、ああ出来物が身に破裂してくっついちゃった、おちりにいえこれ全然締めてなかった、面白いな、いいねこれ、まあ、俺の顔だけみんな見とけ、はい、ちょっともうちょっとだ、うん、うん、はいどうもー、はじま教授です、あん銀歯が割れる、ということでね、俺の顔を真正面にしてやっていこうと思います。あ、なんか映ってんのバレるわ、やめよう、めっちゃ反射するんですけど、メガネ一番かっこいい投げ方、そんなもんありません、投げないのがかっこいいからね、目見えない、失明します、失明しますと言って失明する人、ちょっと面白くない、いや笑えないです、不謹慎です、ヒーン、滑稽だね、不謹慎坊や小娘ども、荒地の魔女が出ましたね、本当に意味わかんないんだけど、荒地の魔女って、あれの動画がなんでね跳ねてるかって言うと、あのジブリのねスタッフの人たちが、ジブリのスタッフの人たちがね見ただけですよ、なんと宮崎駿先生の新しい動画かっていうねやつで3000再生されて、だから職員が全員見て YouTube に投稿された顔が逆さまに、あ会社員じゃなんかよくわかんない、衛生観念がない男社会で奮闘する女性職人、寿司職人が炎上、ハフポスト、女性陣、なでしこ寿司が男上下で奮闘するわけで、なでしこ寿司を取り上げました、女性、私はメイク止めるスプレーとかもしますし、今のメイク粉が落ちるって、それが私多分衛生面でちゃんと気を使ってるのでしょう、板前は男性が増えてまだまだ女性が好きで日本語を受けたいって言って、それで究極に調子で、女性が、逆転的に開くのは私が聞く人間を言わなきゃいけないですか、と現在そんな結局で戦いは見せなそうで、やっぱりお金はおめでとうございます。カブトキはとにかく先生なんです。お店はご自身の感情を読めそう。お金はね、ただ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 た指に絆創膏を貼ったまま寿司を握ってた。怖いね。このようにご注意の、あの探しのためにご視聴ありがとう。青いような日にはお願いします。動画のご覧になりたい。自分で食べて、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 絆創膏寿司きついなあ、そりゃミシミシ言います、ションベーン、ついてスマブラやろ、いやまじ喋ることねえや、喋んねえやめよ、仕事しないでお金欲しいな、
コリコリすんの絶対いつかなんか。やめてほうがいい。いやー、今日自分で作った塩おにぎり超まずかった。塩おにぎりってやっぱ美味しくないな。やっぱ具入ってた方がうめえわ。やっぱ鮭だな。シーチキンって最低じゃない？名前がシーチキンって。あいつマグロなわけでしょ。マグロって言えよ。マグマヨネーズって言えよ。なんでシーチキン、俺シーチキンって名前だから俺食わないんだよ。わかる？皆さんわかりますか？はい。あいつがマグロって名乗ってくれたら、俺はね、食えるんですよ。あいつがシーチキンみたいなね、海のチキンみたいな、カスみたいな名前したせいで、俺は、あいつが食えない。名前考えてるんですか？もっと美味しそうな名前すればいい。マグロってクソうまそうじゃん。それはないか。え、でもマグロって美味しそうじゃない？なんか名前的に。マグロ美味しいね。本マグロ、中トロとかさ。名前がいいわけよ。ね。名前があるからこそ、名前の良さだよ。やっぱご飯っていうのは。ステーキとかさ。ハンバーグとかさ。そういうもの、名前なの。結局名前なの。名前で3割はある。シーチキンはその3割がマイナス4割で、7割損してんの。俺の中ではね。食ったらうめえんだろうけども、一生シーチキンの抵抗は拭えないよ。で、別にシーチキンっていい匂いじゃなくない？臭いじゃん、あいつ。保存用だから。それでもうダメ。だから俺シーチキン食えない。臭いじゃん、明らかに。これなんか、うわ、シーチキン飽きてる。うわ、なんか、シーチキンの匂いってこんな臭いんだって。ちょっと俺もう食えない。臭いもん食えないの。基本的に納豆とかね。じゃあチーズはどうなのって話よ。チーズはなんか、いつの間にか食ってた。から今も食えるけど、カマンベールチーズはそんな美味しいって思わなかった。食ったけど、別にそんな美味しくなかった。ああ、いって。首こきってやって、なんかやばく死んだのかわかんないけど、やばくなった人がいるらしい。いやー、怖いねー。首こきであの夜息。なんて嫌なんだよ。もうさ、こきって音が出たらさ、こきって鳴らしたくなるのが人間の差が。うん。それを逆手にやってる。だからこいつら一種のウイルスだよ。俺を殺そうとしてる、こいつらが。こきってさ、明らかにこきって音が体から鳴ったら、それはもう幸せ以外の何ですかねえ。変な声になったけど。まあ、ということでね、首こきはウイルスということで、別にもう喋ることないし、お父さんも帰ってきそうだし。くそー、うまい塩おにぎり。全然美味しくなかった、塩おにぎり。死ぬほどマジ。やっぱもうギュッてもう三角にしたらうまくなるのかな。もっとさ、もう圧縮しなきゃうまくなんないのかな。圧縮することによって、うまみをどんどん凝縮させていく。だからおにぎりって美味しいんだろうな。米のうまさと塩のうまさ。そいつらをギュッ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 ってやることによって美味しくなるわけ。わかった？ああ、わかったならいいよ。うん。じゃあね。いや、てかさ、おばあちゃんとか素手でおにぎり作るじゃん。イカれてるよね、あれ。なんかおばあちゃんって皮膚が死んでるのかわかんないけどさ、やばくない？この、やばいよね。手でさ、別に手が汚いとかじゃなくて。怖いわ、おばあちゃん。おばあちゃんはやっぱ超人だな。やっぱ母をね、通過しただけであるよ。通過した、ん？通過しただけはあるよね、やっぱ。母を超えた先、おばあちゃん。やっぱおばあちゃんは強いな。うちのおばあちゃんもめっちゃ強い。虫とか手づかみでいける。強すぎる、うちのおばあちゃんは。世界最強生物、うちのおばあちゃん。ほぼ最強。うん。俺も強いおじいちゃんになりたいな。いや、おじいちゃんは強くなれない、多分。でも、おばあちゃんは強くなれる。まあ、いい年の年、取り方ってなんだ、年方とかなんかもうさ、喫音症じゃん。年。お、おみたいな感じで。おい、喫音症になっちまった。いつの間にか。ソフト喫音。そんなさ、めちゃくちゃ喫音ってわけじゃないけどさ、年の年方とか言っちゃうから、もう喫音みたいなもんじゃん、それは。喋る。喋る仕事を、喋りを生りとするものが、喫音になっちまったよ。ふぅー。
ということで、やめようかなって思ったけど、お父さん帰ってくるまでギリギリまでやる。チキンレースだ、これは。明日は散歩しようかな。でも散歩しようと思った日こそ雨になるから、逆にもう雨も勝つから、お前レインコートいったろかって言って、俺 レインコート出しちゃおうかな。ちょっと俺のパツパツレインコート。レインコートの下ってやっぱ着るのかな、ズボン。いや俺は着ないよ。なんでかわかる？単純にズボンが分厚いやつしかないから。俺レインコートの下はあのズボンでいいけどさ、あれレインコートで店入っていいの？あれレインコートを店入って OK か OK じゃないか審議、ちょっとネットでね、レインコートマナー、マナー、レインコートマナー、どこで脱ぐのがマナー。雨が降って正式な入門でレインコートは着ても構わないされてます。でも脱ぐ場所は脱いだと基本的に水着を屋内持ち帰らないという数と同じで、玄関に入るものうざ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 、まあいっか、バッグにぶち込めばいいってことね。ぶち込んじゃえってことは、バッグを着てからのレインコートってことか。どうしよう、レインコートと傘の二刀流で行かなきゃいけないのかな。ウィーウィーラララー、雨に歌えばーれをーみたいな感じでさ。まあ、あいつはさ、スーツ着てるけどさ。まあ、スーツ着るからこその雨みたいなね。そういう演出なんだろうけど、俺はレインコートでやる。ザコのあれやります。レインコート着てるだけであの歌歌うんだ。ザコ。ね、高いスーツ着て歌えよ。ね、ザコがよーって言われちゃうかもしれない。みんなザコだと思ってる。ウィーラララララ、雨に歌えばーみたいな感じで。これは映画全然見てないにわかでごめんだけど、めっちゃザコだよね。あれは、あれスーツ着たり、何もつけない頃からいいんでしょ。まあ、全裸はおかしいけど。レインコート明日どうせ雨だろうな。なんだかんだ言ってわかるんだけど、俺が動こうとする日はいつも雨なんだよ。で、明日俺は雨を倒します、頑張っておいって言って、とんでもない雨とかね。おもろ、本当に雨だー。あー、天気の話とかしたらダメだ、バレる場所が。わー、終わった、俺の住所バレた、やだやだー。なんで住所バレたら嫌かってさ、基本的にネットの人とかさ、住所が好きなやつらってさ、つまんないいたずらしていくんじゃん。つまんないっていうかさ、迷惑ないたずらするじゃん。あれ嫌だよね。そう、住所バレてもいいけどさ、いたずらすんのはやめない？でも加藤純一さんってあんまいたずらされてる感じないけどな。なんでだろうね、あの人。意外にセキュリティちゃんとしてんのかな。それを良しとする流れがいけないんだろうな。来てもうるさいって言って。全く放送に出さなきゃ被害が出てないのと一緒だからね。腕の出来物出してた。動画長いな、今日一本あげよう。もうね、全部投稿やめるわって思ったけど、なんとなくね、一本動画あげよう。一本ずつあげるのがいいんだろうな。踊り踊れば、今なぜかチャンネル登録者が2人増えてるから、これを逃さないために一本だけあげます。5本あげると絶対いなくなるから。レーラララロー、ワズデビーヘドバドーグビー。いや、やっぱ5本あげよう。無理だ、俺にはできない。やっぱり1本ずつは、やっぱその弱いんだよね、13分とかのあげると。ほら、暗え！もうさ、ほんとチャンネル登録者とかどうでもいいんだろうね、この人。っていうのが言いたいがためにやってる説ある。あ、これ、俺この動画全部何のチェックもしてないけど、別にいっか。
ダメだったら後で非公開にすればいいし、まあ、チェックも何もないと思うけどな、多分大丈夫だよな。大丈夫な気がする。ツイッターでさ動画上がったよってつぶやこう、動画上がったから見ろ、動画上がったよ、動画5本上がったよ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、キュー、絶対落ちる、さすがにこうしとこう、あ、うざい、絶対見てね、約束ですって言って、約束って言えばみんな見てくれるでしょ、即です、約束ってなあ、即、うん、約束の即ってどれだっけ、これだ、多分束ねるの、多分約束ですよ、口調なんてないもん、いいんだよ、約束ですよ、動画5本あげました、絶対見てね、約束ですよ、田代正史容疑者を逮捕、覚醒剤取締法違反の疑い、いや、なんか拍手しちゃいそうね、ちょっと怖、みんな見てんのかな、この500万人突破の動画、誰も見てない、あ、こっちも400万人も誰も見てない、みんなゴミカスでーす、お、誰かがいいねしてくれた、あー、いいね解除しやがった、何をお前してんねん、そんなひどいやついるか、今明らかにいいねが1個あった、それが消えました、俺がいいねしとこう、まあいいわ、ちょっともう寝るわ、クソ腹立ってきた、バイバーイ。またねー。またねっていうのめんどくさいな。またねっていうのかっこいいっていうさ、あの、真島正敏さんとかがまたねとかさ、言ったりさ、ルフィがまた会おうな、またねっていうのがかっこいいなって思ったけどさ、俺は今までバイバーイっていうことをさ、染みついちゃってるからさ、またねって言えないの。またねって言った方がかっこいいんだろうけど。嫌だな、またねっていうの嫌だ。またねって気持ちでバイバーイって、バイバーイ、じゃあまた動画で会いましょう、まあそのまたねっていうよりはね、また次の動画でもいいし、次の羽島恭志郎で会いましょう、じゃあねー、うん。